北国新聞ニュースをお伝えします昨日、加賀地方を襲った大雨で小松市の架橋川が氾濫するなどして県内で最大およそ39万人に避難指示が出されました金沢河川国道事務所や石川県によりますと架橋川が氾濫したのは1968年以来で 一級河川に指定された1971年以降では初めてです小松市と野美市を流れる鍋谷川も決壊し県が管理する6つの川で水が溢れ出ました国が管理する手取川も一時氾濫危険水位に達しました県内の被害状況は昨日の時点で床上と床下浸水が 金沢・白山のみの3つの市合わせて24県、小松市では少なくとも40件以上に上っています。この大雨で、金沢・小松・白山・加賀・野見・野の市・川北の7つの市と町に災害救助法が適用されました。また、石川県は小松市からの申し出を受けて、自衛隊に対し、 孤立した集落に対する災害派遣を要請しました。県内では、小松市の十万六千人余りをはじめ。七つの市や町合わせて。最大およそ三十九万人に対して。避難指示が出されました。レスリングの河合姉妹は。姉妹で金を達成した人。 北国新聞の創刊が重なる今日う8月5日にあたり、競技に向き合う新たな誓いを立てました。河井姉妹は去年の8月5日、妹のゆか子選手に続き、姉のりさ子選手がオリンピック2連覇を飾り、姉妹で金を達成し、北国新聞はその活躍をラッピング紙面で伝えました。 友香子選手は金メダルを持って実家に戻ってラッピング紙面を広げたときについてとても驚いたのと同時に嬉しかった宝物になったと当時の感動を振り返りましたオリンピック直後に結婚した梨紗子選手は今年5月に女の子を出産しましたがその視線は2年後のパリオリンピックに向いています。そして 一年前の記念すべき日北国新聞の創刊129年と重なる8月5日にあたり、目標に向かって生きている幸せをかみしめ、競技と向き合っていくと新たな誓いを立てました。オリンピック二連覇を狙う由加子選手も、支えてくれる方に喜んでもらいたいという思いがあれば目標を達成できると決意を示しました。 金沢市金岩お船町の子どもやっ子が、九町名の復活後初めて、今日から3日間、大野港神社の夏季大祭で披露されます。子どもやっ子は、夏季大祭の初日に、大野港神社神殿から海辺の日和山おかり殿へ向かうみこしとぎ行列と、最終日に神殿へ戻る みこしお観光行列で先導する役割を担います金岩お船町の子どもやっこが登場するのは一昨年の9丁目復活後初めてで参加者は三日間朝から夕方まで金岩地区を練り歩きます今日からの本番を前に子どもたちは一昨と,とい夜の練習で振りなどを確認し コロナの影響で3年ぶりに披露するとあって「よいとこさあのさあ」という掛け声にも熱が入っていました今年の子どもやっこにはここ15年間では初めて金岩お船町の女子児童2人が参加することになっています。そそのの一人で、金岩小学校4年の夏岸愛菜さんは、疲れそうだけど、 伝統をつなげられるようにしっかり頑張りたいと意気込んでいました野々市市はスポーツ施設に小学生以下の子どもが優先的に利用できるキッズアワーを導入しましたキッズアワーは体を動かす機会や自由に遊べる環境などを提供するためテスト期間を経て先月下旬に導入されました 対象の施設は市民体育館1階の大体育室とスポーツセンターのアリーナで、小学生以下の子どもはキッズアワーの時間帯にその半面ずつを優先的に使えます。キッズアワーは大会開催などを除き、毎週土曜日の午前11時から12時まで設定されます。野の市市は来年3月末までキッズアワーを行い、 利用状況を見て来年度以降も続けるか判断します一日図書館員の催しが昨日、宝達清水町で行われ夏休み中の小学生が図書館の仕事を学びました上立図書館で行われた催しには 高達清水町内の小学五年生5人が参加し、はじめに常面俊彦館長から、1日図書館員の衣食状を受け取りました。5人はパソコンを使って本を予約する方法を学んだり、水とスポンジを使って汚れた本をきれいにしたりして、図書館の仕事を体験しました。参加した子どもの一人は、 こんなに忙しい仕事をしてくれる図書館の人に感謝したいと話していました。